ウィリアム・マクレイは、アメリカ南北戦争において、連合国陸軍巡将を務めた軍人。ウィリアム・マクレイは1834年9月9日に、ノースカロライナ州ウィルミントンにて、陸軍将官、アレクサンダー・マクレイと、その妻アンナ・ジェイン・マーティン・マクレイの息子として、誕生した。彼の一家は、スコットランド・ロスシャイアのマクレイ氏族の血筋を引いている。マクレーは、土木工学を学び、 南北戦争勃発までノースカロライナ州モンローで専門職として働いていた。南北戦争が勃発するとマクレーは兵卒としてモンロー系不評隊に入隊。その後ノースカロライナ第15不評連隊の B 中隊で隊員に任官された。1892年4月、中佐に承認。半島方面作戦及び第二次マナサスの戦いでは ノースカロライナ第15不評連隊は、ハウエルコブの旅団に所属した。アンティタムの戦いでは、数週間にわたる戦闘で250人にまで、減少した旅団の指揮を取った。マクレーの旅団は、北軍の攻撃を3度にわたって撃退したが、その後は50人程度の戦力しか残っておらず、供給された弾薬を全て使い果たした状態となった。続くフレデリックスバーグの戦い。 ノースカロライナ第15不評連隊はメアリーズハイツで戦闘に臨んだ。戦いの後、ノースカロライナ第15不評連隊は、ジョン・ロジャース・クック淳賞率いるノースカロライナ旅団に移ることとなった。クック淳賞はフレデリックスバーグの戦いでの重傷のため、1863年4月まで旅団に戻ることはなかった。1863年2月、 マクレイは大佐に承認した。ノースカロライナ旅団は、ゲティスバーグ方面作戦後まで、ノースカロライナ州やバージニア州南東部での任務に、当たった。北バージニア軍に再び加わった後、マクレイは、ブリストー駅の戦いでの勇敢さを称えられた。1864年、ウィリアム・ウェットビー・カークランド順将が、コールドハーバーの戦いで負傷すると、 マクレイは一時的に巡将の階級に承認し、カーアークランドの旅団式を割り当てられた。第二次リーム駅の戦いでマクレイは、ジェームズ・ヘンリー・ルイン巡承及び、ジョン・ロジャース・クック巡将の旅団と共に、ウィンフィールド・スコット・ハンコック少将の第二軍団に属する、ジョン・ギボン巡将の第二師団を撃退した。彼らは、正面の残豪から攻撃し、大砲を露革した。 ボイトン・プランクロードの戦いで勲行を挙げた後、マクレイはアポマトックス方面作戦が終わるまで軍に残った。南北戦争終結後、マクレイは財政的に荒廃したノースカロライナ州に戻り、彼はウィルミントンマンチェスター鉄道の総裁に就任した。彼はその後、メーコンブランズウィック鉄道でも総裁となり、最後はウェスタン アトランティック鉄道総裁となった。マクレーは肺炎に罹患し、ジョージア州オーガスタで死去した。彼は、故郷ノースカロライナ州ウィルミントンのオークテール墓地に埋葬された。ありがとうございます。